前回大会決勝、大阪桐蔭を相手に涙を飲んだ神奈川の桐蔭学園。4大会連続ベスト4、そのうち決勝進出は2回。ワールドカップを沸かせた日本代表松島選手がいた90回大会では、東福岡と両校優勝するなど、まさに今高校ラグビー界のトップを走っています。もう屈指の強豪校で本当に好成績を残してるんですけれども、今まで取材をさせていただいたことがなかったんです。念願の桐蔭学園にやってきました。何か特別な練習をしているのでしょうか。グラウンドに来てみると、やっていたのは基礎練習。ベーシックな練習がしっかりしてるっていうのもあるし、彼らはずっとやってるから染みついてるんでしょうね。すごくこう基礎の練習が多いなという印象がありました。ベーシックなところは、はい、特にしんどい試合の時に出るスキルなので、まあ、ゲームの中でポンポンポンと取られるシチュエーションもあるでしょうし、そうですよね、やっぱ選手は動揺すると思うんですよね。でその時じゃあどこに立ち返るかということも非常に重要ですから。繰り返される基礎練習は全て実践へとつながっていて、そこからさらに上へ。チームが目指すのはノーミスです。なんか意味あるの？試合でできないことここでやらないで、もう一回最初から。ミスが少ないなっていうイメージはあったんですけど、ワンミスしたら大体ワントライにつながってる、もしくは得点につながってるので、まあ、そういったことは彼らも身をもって体験してますから。高い意識で取り組んできた今季、チームはここまで2冠を達成。残るタイトルは単独優勝が花園ではないんですよね、はい、まずそこが目標ではあるんですけど、まあ、その自分たちが何をするのかっていうのを、まあ、まず第一に考えてきたんで、まあ、今年のスローガンである一心っていうのをしっかり決めて、まあ、一戦一戦ワンプレーワンプレー戦っていきたいなというふうに思います。心を一つに初の単独優勝へ。前半1分、白のジャージ桐蔭学園がいきなり見せます。巧みなハイパントキックで相手のミスを誘いターンオーバー。一気に敵陣深く攻め込みます。伊藤がキックを使いました。アドバンテージがある桐蔭学園ですが、ここでなんとか戻りました。ここはトライとはならず。しかしこの一連のプレーには解説を務めた日本代表松田力也も絶賛。もう戦い方がやっぱしっかりしてるなと。自陣の脱出からハイパントを使って相手にプレッシャーをかけて、そこでターンオーバーして、すごく戦術がしっかりしてるなという印象ですね。その1分後、スクラムハーフ島本が鮮やかなパスダミー。浦和ディフェンスが崩れた瞬間を見逃しませんでした。その後も安定した攻撃で浦和を圧倒。前半だけで7トライ。東の横綱の貫禄を見せつけます。後半に入っても手を緩めない桐蔭学園。しかし後半12分、浦和が大応援団の前で意地の攻撃。重量フォワード、桐蔭学園を相手にラインアウトからモールを形成します。足をかき続けることなんと40メートル。いいよ、前に出る、前に出る、トライ。浦和高校ボールでトライ。しかし桐蔭学園もやられたままでは終わりません。基礎練習が生んだミスのない連続アタック、そして最後は外のスペースへの華麗なキックパスでトライを奪います。圧倒的なパワーを見せつけた桐蔭学園、初の単独優勝へ突き進みます。春、そして7人制王者、はい、どうですか、その優勝というところへの思いは。まあ、もちろん一番強い自信もありますし、まあ、その一戦一戦というのが本当に大切になってくると思うんで、そこに向けて新たなチャレンジなんで、まあ、そこのチャレンジャーとして気持ちを持ってやっていきたいと思います。